ボードにされてね、後継ぎが後継ぎがってやあの下りひどくって、ひどかった、ブレーキをかけなかった。あと臭いって言われるし、本当にねかわいそうで、ね、いやひどかった。女子がみんな逃げてくっていうのがね、なんもう切ないわ本当に。なんかね、本当モノネタのものなんだよ。そうですね、将軍を使って一ネタっていう、そうそうそう、もうどういじれるかというかね、なんかね、なんかまあかわいそうなんだけど、ね、面白かったですよ、まあ、その積み重ねがあって一国形成編で、はい、ちゃんと決めるっていうね。そうですね、うん、今回ようやくやっと将軍らしい将軍のシーンが来たよっていう、うん、あ、やっぱりちゃんと将軍だったんだなっていう、ね、やっと分かりました。嘘じゃなかったっていう、本当だよ、影武者だと思ってたから、ね、実際もね、まあまあ定定がね、うん、実権を持ってたんですけれども、うんうん、でも最後の最後でね、うん、ちゃんと将軍として独り立ちしましたし、うん、足と決めましたしね、これからが楽しみなキャラですよ、はい、多分ね。続きまして、はい、千葉県の霧島真央さんです。はい、ゆぎみに質問です。はい、銀魂を通して一番気に入ってるアドリブは何ですか？もしあれば教えてください。アドリブ？アドリブ神楽入れますかね？アドリブってそんなに入れないよね。台本が面白いからね。そうなんですよね、うん、気に入ってるアドリブね。人のでも良いよ、人のでも。人の？うん、なんだろう、アドリブか。あれじゃないですか、あの洞爺湖仙人の回にズバリから始まって神楽も入れようと思れなかったやつだ。そうだ、あれ入れたかったな。もうズバリの流れがね、神楽だけセリフが離れてたんだね。そう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 、あのね、あの銀ちゃんと新八がね、ズバリでこうあの富田さんとこう受け答えしてる、ズバリトークしてるみたいな。私もズバリって言いたいよって思ったんだけど、神楽だけちょっと離れたところに、ちょっとね、間が悪かったんです。ここでズバリを持ってきてもっていう。何今のズバリ。もうそのくだり終わってるんですけど。つらい。言われたら僕3日寝込みますよ。そうですね。こんな感じかな。杉田くんのアシストナイスだったね。ズバリでした。ズバリ。ズバリでありがとうございます。はい。はい。じゃあ続いていきましょう。新八がアニメ銀魂全話まとめて一言で突っ込んだ。銀さん。僕たちが銀さんに給料をもらってるシーンが一度もないんですけど。振り込みなんじゃないですか。いい、そういうことだよ、うん、振り込みだよ。案外地味なんですよ。案外地味、そこはね、うん、ビジネスライクに、うん、そんなもうお肌とお肌の触れ合いではなく。そうですよ、あの ATM のある江戸っていうのもまた強烈な話ですからね、うん、振り込みか、なんかすごい血が通ってない感じがして切ないな、うん、やっぱね、給料袋でもらうとなんか、うん、それっぽいじゃん。そうですよ。なんかね、人の温かみを感じるっていうか、そうですね、働いたって感じがするね。そうですね。なので、うちの事務所も手渡しにしてくんねえかな。ちょっと給料日に警備員が出ますよ、それ。中井和也さんに給料渡される瞬間にこう。こうね、うん、警備員が5、6人。そう。下の車まで警備員をつけましょうか。そんな万馬券が当たった人みたいになるんですよ、うん、と。ただ中井くんは刀を持ってるから大丈夫。いや、俺は叩きる。そうそう。3本、おは6本だからね。そうですね。下がりだの、まんま。俺さ、さんまじゃなくて星くんだよね。いや、どっちかっていうとカッキーです。カッキー？カッキー君か。あ引き笑いとかも、俺できだよ。引き笑いってどうやるんですかね、本当。どうやればいいんだろう。それ、星さんですよね。今回のゲストさんがいらっしゃいましたよ。ピンポンピンポンですよ。いや、こんなこともあろうかとね、入り口に落とし穴をこう。なんでだよ。そんなトラップいらないから。ドアノブに触れた瞬間に。今回は。ボンだ。ボンだじゃん。情勢ゲストなんだからそんなトラップいらないでしょ。え、急いで解除してね。中井くんだったら吹っ飛んでもいいけども。大変だ。ということでね、はい、今までのほら、中二的なラジオじゃなくて。まずいですよ、ね。真面目に行きますよ。はい。リスナーのカンカン買うから。はーい、じゃあ入ってもらいましょう。どうぞー。こんにちはー。銀魂、神楽役の釘宮理恵でーす。入りづらかったでしょ。全然申し訳ない。杉田くんなんかやっておけばよかったことある？英語です、あー英語ね、あーわかるな。でも今からでもやればいいんじゃない？あーでもやってんの？
もうほとんど忘れちゃったんで、勉強し直すんだったら本当英会話みたいなものかなって。まあ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 ね、ふとした瞬間に要求されるんですよやっぱり。ディスカウントプリーズってね。ショッピング英語なんでネギのこと考えるの。それ台湾で話しかけた。あ、円使いますがすいませんって言って。ごめんなさい、苦労台無し。あ、もう二度と使いたくねえと思って。でもね、杉田君もこの前ね、アフレコ帰りにね、はい、道聞かれてたもんね、うん、外国の方にね、まあ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 、うん、軽く説明してたもんね、金髪のお姉さんに、うん、まあ、そうですね、本当に金髪のお姉さんだったね。そうですね、あ、うん、で遅刻しちゃった。いやいや、そうだから、それは堀内健だ。実名健佑さん。健佑さんのホラーじゃないですか、いつも。いや、健佑は外嘘、まあ嘘っちゃ嘘なんだけどね。あの、一番びっくりしたのは蜘蛛の巣に引っかかっちゃって遅刻しちゃった。あ、ね、遅刻した、うん、そうそうそう。あれと家を出たら巨大なペットボトルがあって、それに怯えて来れなかったって話。猫だったっていう。猫よけのペットボトルに引っかかる健佑さんってなんだろう、ね。巨大なペットボトル。意味がわからない。大好きなんだよな、あの話。電車が渋滞してっても意味わかんない。だったらまあタッチパネルとかの方が楽ですよね。まあまあまあね。最初びっくりしましたけど。なんかベルトコンベアで運ばれてきたんだけど。あ、なんかこんなん来るよね、新幹線みたいな。新幹線ビャンってね。回転してねえじゃねえかあれ勢い余って止まった瞬間ガチャンってちょっとこぼれることある。しっかりしろや。このシステム収録スタジオのある、あの。あ、あそこだ。ええ。あのレール寿司屋に行ったのにちょっとガチャーンってなって事故が起きたこと。脱線だ。寿司が隣にいたオーストラリア人のおばあちゃんがずっとウニを注文しろって俺に言うんだ。だパッチパネルの使い方をこう俺の小学生並みの英語で教えなきゃいけないから、ウニってなんて言うんだろうなって。ファイナルファンタジー11をやってたんで。ウニってウルザンってフランス語か。ええ、アーチンっていう、アーチン軍艦っていうのが出てくるんですけど、だからアーチンだと思ってシーアーチンっていうんですけど、ちょっと思い出せなくてニードルシェルって言っておきましょう。伝わるよ。かっこいいかっこいい。トゲの殻で、おばちゃんずっと爆笑してて、これは孫か。優しくしたのに笑われるってつれえな。何なんだよ。何なんだよ。観光客の団体の中ポカッと開いた一席に案内されたんですけど、それが運の尽きでした。そうだね、それはきついね。ラジオネームケロマスさんです。自称16歳です。私が最初に井上和彦さんを知ったのはアンパンマンでした。私はカツオ節マンのあの渋い声が幼い頃から大好きで、あれ以来スキンヘッドの男性がタイプです。またカツオ節マン、カツオ節マンの、カツ節マン、カツ節マンの活躍を期待しております。やった、カツ節マン来ました。カツ節マン、やっぱ入り口いろいろありますね。ねえ、カツ節マンですよ。一つひとたび剣を握れば。はい、アンパンマンの世界でそんなかっこいい声が。アンパンマンの世界ですからね、世界観、このいい声が入ってくるわけですよ。いや、なんでしょうね、あれね。なんでしょうね。なんか必ず語尾に何とかでござるって。ああ、武士ですからね。わかりやすい。カツ武士ですから。うん、で特技はお蕎麦作るとことだからね。出汁じゃねえか。そう、出汁だ。自分が出汁になるやつだ。で、あの剣が勝節剣っていうね。ああ、そうか。勝節マンって俺見たことないかもしれない。僕もないです。うん。なんか二ヶ月に一回ぐらい出てくる。へえ。あ、そうなんですね。結構頻度高いんだ。うん、そう、意外とね。うん、僕も年一ぐらいで歯磨きマンやってたから、歯磨きの季節にならないとね、出てこないんでね。6月4日あたりで、ね。うん、